押せると相当でかいです。さあステージはどうするんだ。さあオクタゴン、さあダッパン、膝、さあご存知、さあ膝、こちらも返すダメージホモノブ、さあキャッチ、これが生かな。さあ一点広い壁が絡んで殺す。さあ 5R そろそろ終焉ですけど、やはり最強キャラはウルフということになりそうです。さあその最強キャラを見せてほしいゲーム。さあロードロー、警官バーニング通らず、ローが当たらず、後ろが通ってこのする膝が当たらず、さあ 4K 3P ドクラセの 3P ブラック、さあ一気に2本、さあ開幕ロードロー起こして壁際、ローが当たらず、横投げ抜けて、体を入れ替える。これでピンチはゲルノ。さあ、追い込む。さあ、後ろが通って、この角度。最後まで入らず。さあ、投げが通って、追いつく。置き攻めか。さあ、ロードロー。中段で潰す。ドンパチで割る。さあ打ち切る、3投げ、3投げブロック当たらず、膝も惜しい、ケギャン、さあ後ろが通ってしまう、ここから入らず、バーハン、お得意のお化け。さあでもドンパチ先鋒戦で制してますからね、仕事はしてますよ。さあ中堅が真夏レイフェイと白龍ジャッキが残ってます。さあ真夏レイフェイ出てきます。さあおそらく誰が出てきてもウルフを相手にするのは嫌でしょう、それだけのポテンシャルを持ってますこのキャラ。さあ中堅対決、さあ優勝までもう少し、ここまで来たんだから優勝して帰りたい。さあ覇王 VS 大魔神、ステージがオクタゴン。さあゲームはゲームで、レイフェイはスカンクとやっとやってます。対する真夏レイフェイはどうだ。ケルトル、ショルダー、スクリュー、打ち切る、キャッチが1投げ。さあ、マナピー、露骨に壁込んで狙う、そして土手っ腹、入れ替える、